子育てで悩んだ時、今回は15回目です。今回のタイトルは期待です。親御さんって生まれる前までは元気で生まれてきてくれればって思うこと、まあほとんどの親御さんがそう思ってると思うんですね。でだんだん大きくなるにつれ、親御さんのその期待、こうなってほしい、こうじゃなきゃいけない、学校はここみたいな、そんな期待っていう部分を持ってらっしゃる方多いんじゃないでしょうかね。いつの間にかその期待してるつもりもないのに、いつの間にかこう自分の頭の中の想像の枠といいますか、その中に子供を入れたがってしまうことってあると思うんです。でもね、ちょっと考えてみてください。あくまでもその期待っていうのは自分自身、親が考える期待なんですね。それは生きてきた糧であるとか、見てきたものであるとか、いろんな期待なんですね。その自分の生きてきた価値観での期待なんです。もしかしたらその期待の枠の中に入れるよりもフラットにいた方が子供自身がもっともっと伸びるかもしれないんです。だから期待というのはあくまでも親の今までの価値観とか生きてきた範疇でのこと。子供さんはもしかしたらもっともっと大成するかもしれないんですね。ですから子供さん自身を見てやってください。その子自身を見て、ああ今これが必要かな、こっちの栄養分が必要かなっていうふうな視点で見るとまたこれは違ってくると思います。期待というのはあくまでも自分自身の枠の中であるということを認識してみてはいかがでしょうか。それではまた。